この濃いブラウンがねかっこいいっすね。でここにテレビがついていて、で奥にはいエアコンついてます。やっぱ今ねエアコン必須ですからね。でこちらですね、 CK ワイルダー、アウトドアが不要な時代は終わったと。ミリミリランド、はい、こちらキャンパー鹿児島さんの CK ワイルダー、ハイエースですね、 CWCK ワイルダーで、これねロールウフナローボディかな、はい、タイヤがね東洋ホイールかっこいいですね、黒で。でこんな感じの外観でね、外部電源の取り入れ口がここにあります。で後ろから見るとこのような感じ、はい、下がねかなりここ荷物入りますね。で、この辺があれかな、収納扉になってますね。この家具のこの感じがすごいいいです、木の感じがね。で、ここにですねドリンクホルダー、あ、これ乗ってるだけなので好きな位置に移動できますね、簡単に。ドリンクホルダーが2つついてます。で、カーテンレールがついてるのでカーテンね、これちゃんとこのプリーツ加工がされてます。で上がですね、あ、これ上もあれなんだ、板張りなんだ、なるほどなるほど、天井板張りで、この壁も板張りで、床も板と、これ濃いブラウンがねかっこいいっすね。でここにテレビがついていて、で奥にはいエアコンついてます。やっぱ今ねエアコン必須ですからね。でこちらですね、 CK ワイルダー、アウトドアが不要な時代は終わったと。これですね、車で寝るだけでもイベントだと、極上の安らぎ空間、ダブルバッテリーが実現ということで、充実したサブバッテリー115アンペア2個搭載で利便性がさらなる安眠安らぎ空間を満喫できますと。で、旅をもっと楽しく快適にアウトドアにさらなる安らぎ空間、ダブルバッテリーで車載用エアコンの稼働を可能にと、エンジン切った状態でも使用できますと。これがいいよねやっぱね、エアコン搭載。はい、こちらにもね詳しく書いてあります、 CK ワイルダー乗車定員5名の就寝定員2名です。でこちらの車はですね491万3000円はい、このような空間になってます。ここ割とねいいっすね、これ2列目シートが前向きにもなるし、対面式でリビング展開もできますし、でここベッド展開するとここがねフラットになるんですね。でこのテーブルもですね、あそこのレール今後ろについてますけど、この2列目シートを前向きにしたときはその前側にもテーブルがつけられると、はい。でここに足のレールがついてあります。であそこにですね、はい、コントロールパネル、コンセントとソケットですね、 100V コンセントとソケットがついてます。というわけで、はい、キャンパー鹿児島さんの CK ワイルダーでした。ミリミリランド
はい、こちらキャンパー鹿児島さんの CK ワイルダーですね。車載用エアコンを標準装備した快適バンライフ、こちらが CK ワイルダーになります。で、ハイエースですね、はい、標準ボディの標準ルーフなので、これね、あのサイズ的に駐車場問題が困らないんですよね。立体駐車場とかも止めれますし、普通の街中にあるコインパーキングとか、ああいうところも普通に止めれますし、あとこのサイズ感、ナローボディでナロールーフのいいところは、狭い道、うん、観光地とかに行くとね、すごい狭い道とかがあったりするんですけど、そういうところも躊躇なく通っていくことができますし、あと運転が苦手だよっていう人でもですね、こういう、ハイエースタイプのバンとか、こういうのを運転したことがないとか慣れてない人でも割とね、あのスムーズに運転できます。はい、で、あと何て言ってもね、この CK ワイルダーの一番の特徴はこのエアコンですね。車載用エアコンが標準装備されていると、クールスターなので、夏の暑い時でも快適に車中泊することができるっていうのが、これが一番の売りですね。で、あとは、この家具の質感ですね。はい、木材をふんだんに使って、で、床も木目になってますし、で、あとこういう家具ですね、引き出し収納とか、で、あと天井もですね、木目になっているので、本当にもう今流行りのバンライフ仕様ということになってます。で、この木のぬくもりに囲まれたこの車内の空間というのがすごいいいですね。で、あとは、はい、バッテリーですね。これを2つ搭載しています。で、はい、こんな感じでですね。もう本当バンライフ仕様っていう感じ。はい。で、こちらがですね、こうして見ると、この空間すごい広いので、大きな荷物、バイクとか自転車とか、そういう大きい荷物、もしくは長いものっていうのも積載可能。というのが見てわかります。はい、標準ボディなんですけども、一応ハイエースなんで、荷物をねたくさん積めるようになっています。で、ベッド展開するとここがフラットな空間になるので、またね広いフラットなスペースできますね。ここだと本当大人2人が余裕で快適に寝れるんじゃないかなというふうに思います。で、あとはこちらリビングモードですね。で、はい、使用金額はこちらというところを見ると、詳しい使用とかですね、値段とかをチェックすることができるようになっています。で、ベース車がハイエースの標準ボディ標準ルーフ、登録は4ナンバーの貨物車になります。乗車定員が6名で、就寝定員が2名で、車両本体価格なんですけども、ガソリンで6速オートマデラックス、2000cc ですね、こちらは肉のみでお値段が438万1360円、5ドアにするとちょっと値段が上がります。で、あとはクリーンディーゼル6速オートマデラックス 2800cc で、肉だと499万1860円で、4駆の場合は530万4260円となってます。で、車両寸法が長さ4695で、幅が1695、そして高さが1980なので、まあ、先ほど言いましたように駐車場の問題で困ることはないかなというふうに思います。で、あとこれですね、安全性、トヨタのセーフティーセンスがついてますので、ブレーキアシストとかですね、これが標準装備になってますので、本当にこれはね、あると安全性が全然違うと思います。本当安心して運転できるんじゃないかなというふうに思います。で、あとオプション一覧なんですけども、トヨタの純正メーカーオプションということで、ホワイト、シルバーマイカーメタリック、ダークブルーマイカーメタリック、ライトイエロー、ブラックマイカー、これは色ですね、ボディの色。で、あとは LED ヘッドライト、アウターミラーヒーター、バックモニター内蔵インナーミラー、パノラミックビューモニター、デジタルインナーミラー、バックモニターとデジタルインナーミラー、 GL パッケージ、リアクーラー、リアヒーター、で、あとは寒冷地仕様ですね、と助手席エアバッグ SRS、 フォグランプにインテリジェントクリアランスソナー、アクセサリーコンセント、フロアマット、サイドバイザー、マットガード、ナンバーフレーム、盗難防止ロック付き、純正アルミ15インチ、あとは足回りなんですけども、コンフォートショック、アルミホイール、あとはセカンド座席オプションとして
ハイバックエクステンション、セカンドシート、バタフライシートに変更も可能です。あとは着脱式テーブルと、まあ、こういうのをオプションで付けることができます。で、内装のオプションなんですけども、ポータブル冷蔵庫26リッターですね。あとは FF ヒーター、マルチコントローラー付き、車載用地デジチューナーとテレビ19インチアーム付き、外部充電器、リチウムバッテリー用外部充電器、カーテン、網戸、防虫ネット、スライドドア、リア、左側窓埋めパネル加工、リアガラスフィルムと、まあ、こういうのもオプションで付けれます。あと電気系ですね、リチウムバッテリー 200A、 ソーラーシステム 160W で、あとはリチウム対応のソーラーシステム、シーテック、サブバッテリー追加、メインとサブの切り替えリレー、バッテリーモニターと、ここの電気系をですね強化することによってエアコンとかその他家電っていうのも気兼ねなく使うことができるので、ここはちょっとね強化しておきたい部分なのかなというふうに思います。で、あとオーディオオプションなんですけども、アルパインのビッグ X11、 これは、ナビですね、パナソニックストラーダ7インチ、あと ETC とかバックカメラ連動ハーネス、ドラレコ、フリップダウンモニター 11.6 型、パノラミックビューモニター、変換ハーネス、でその他としてガラスコーティング、エアコンフィルター、これが、オプションとして付けることができますよと。で、標準装備は車載用クーラー、クールスター、サブバッテリー 115A が2つ、でインバーターが 500W、 走行充電システムと外部電源、LED スポットライト、USB シガー電源、こちらはですね標準装備となっています。で、さらにですねこちらスーパー GL のダークプライム2、こちらも選ぶことができるんですけども、はい、こちらはですねちょっと値段が高くなってますね。先ほど見たこちら、438万円なんですけども、ここだと509万1000円で、ディーゼルの、こちらですね、530万が、はい、ディーゼルで4駆で597万円と、値段がちょっと上がります。で、オプション一覧のところを見ると、このピンク色で書かれたこの特別装備というところ、LED ヘッドライト、クリアスモーク、スマートエントリー&スタートシステム、4本スポークステアリング、黒木目マホガニー、シフトノブ、ステアリングスイッチ、助手席エアバッグ SRS、はい、これが、つくということですね。というわけでですね、キャンパー鹿児島さんの CK ワイルダー興味あるぞという方はこちら、キャンパー鹿児島さんのページでじっくりとご覧ください。